純情ロマンチカ恋のドキドキ大作戦。はい、今回からですね、ロマン純情ロマンチカ、テロリストですねのラストまで行きたいと思います。テロリストは多分ね、続きから私撮ってないんだよね、多分だけど。あ、撮ってるか。え、これかな。今テロリストって出た、私エゴイストだよね、大丈夫私多分これかな。ちょっとロードしてみます。続きを楽しんでこい。合ってるかな。この人多分これでいいんだよね。そうだよね。どうしよう、今日は帰ろうか帰ったら確かそうだよね、ノアキと会えるもんね。はい、ということでどうなんだろう。エゴイスト組は割とお話が長めなので、テロリストの時はね短かったから、こうおしゃべりでね繋いでたんだけど、どうだろう。じゃあまあちょっとカットしていきましょうか。ヒロさん来てくれない、やっぱり俺の勘違いだったのか。はい、なんかあの野脇がバイトしてるのをヒロさんがじーっと見てるところからの、あのヒロさんが追いかけなかったパターンになったんですけど、ちょっとあれですね、野脇がしょぼんとしちゃった。帰りが店の前で少し様子をうかがったけれど、真剣に本を読んでいて俺に気づいていなかったみたいだった。今も追いかけてきてくれるわけじゃないし、俺の帰りを待っていてくれたなんて都合良すぎるか。でも本当はもっと一緒の時間を作りたいんだよな。こういうこと言うとヒロさんにはめめしいことを言うなと怒られそうだけど、好きだから一緒にいたい、好きだから話をしたい、好きだから抱きしめ、でも今はそんな無理も言えない。ヒロさんは大学の助教授として毎日忙しい人だし、俺も研修医としての生活は想像以上にハードで、夜勤もあるし生活も不規則だ。考えれば考えるほど一緒にいる時間を作るのは難しい。もっともっとヒロさんのそばにいてヒロさんを感じていたいのに、どこかで挽回しないと。なるべく早いうちにヒロさんが喜んでくれるプレゼントを見つけよう。ヒロさんの疲れが吹き飛ぶほどの何か、ヒロさんが楽しそうに笑ってくれる何か。贅沢を言うなら二人で楽しめるものがいいんだけど。あ、そうだ、次はもうちょっと早く帰れるように頑張ろう。それで少しでもヒロさんと一緒にいられる時間を作るんだ。ヒロさんも早く帰ってくればいいのに。ほんの少しでもいいヒロさんに触れることができればいいのに。かわいい、何で野脇ってこんなにいい子なんだろう、本当にね。え、野脇欲しいよね浮気欲しいわ。どうしよっかな、まあ、買いに行くということで、また何か起きるまでちょっとじゃあカットしようと思います。お前が食いたいもんでいいから。はい、宮城のね誘いを今受けてみました。これそういえば受けたことないなと思って。わかりました、でも店は教授にお任せします。ないよね、受けたことないもんね。そうだよね。そうか、だったらいい酒を飲ませてくれる店があるんだ、今夜はそこで。ただし条件があります。条件？酒を飲むのは構いませんが、朝までは勘弁してください。俺にだって論文があるんです。なんだ、そんなのはお安いご用だ。本当にお願いしますよ。分かってる分かってる、朝にならなければいいんだろう。深夜でも困るんです。はいはい、分かってるって。それじゃこっちの用が終わり次第連絡する。それまでは悪いがどっかで時間を潰しといてくれ。はい。いやー、久しぶりに上条と飯が食えて嬉しいね。大学出る前に店も予約しとくか。そういうこと言うから忍がまたプリプリするの。酒を飲む気満々だな。上条、
上条、あともう一軒行くぞ。もう最悪本当。教授、もう終電の時間ですよ。俺、今日はこれで失礼します。教授も明日早いんじゃないですか。大丈夫大丈夫、なんとかなるさ。そういう問題じゃないでしょうが。いいじゃねえか、ケチケチ、上条のケチ。なんとでも言ってください。俺ここで失礼します。教授もちゃんと帰ってくださいね。今夜はごちそうさまでした。上条、捨てないで。なんかさ、忍がお酒飲めるようになったら大変なんだろうなってちょっと思うよね。疲れた。疲れるよね。まさかここまで帰りが遅くなるとは。今日も帰ってからさすがに何かしようって気にはならないな。シャワー浴びてとっとと寝るか。ノアキとイチャイチャできないね、これはね。ただ、ノアキ、本になりたい。本になりたい、私、あの緑色の本に。なんでこんなところで倒れて。穏やかな息遣い。なんだ、寝てるだけか。おい、ノアキ、起きろ。また風邪ひいたらどうするんだ。声かけて起きないなんてよっぽど疲れてるのか。教材も散らばっているということは、ここで勉強してるうちに眠ってしまったってことか。それにしたってこのまま放置するわけにもいかないよな。さすがにヒロさんじゃ運べないよね。そうだ、これでだいぶマシだろう。悪い、起こしたか。だったらついでに部屋に戻って寝た方が。寝ぼけただけかよ。どんな夢を見てるんだか。おやすみ。よき。でも体痛くならない、地面で寝たりしたらね。私なんかベッドで寝たって体痛いもん、うん、いやー、良きスチールでしたね。よし、ということで次はどの辺だったっけね。もう記憶がないというね。お、来た。家に帰ろう。どうだろう、この辺で一回ちょっとセーブ取っとこうか。ここなんか多いからね、選択肢が。セーブはこまめに。そうだね、これが鉄則だ。そうだよね、鉄則だよね、うん。セーブ終了。はい、よし。じゃあこのね、解放されたやついきましょう。どこかにといっても特に行きたいところもないか。それに朝は体調も良くなかったんだし、今日早く家へ帰っておく方が身のためかな。ノアキも今日はバイトだから、ひょっとしたら普段より早く帰ってくるかもしれない。それを出迎えてやるのもたまには悪くないか。そうだね。ここにもなかった。せっかくバイト先の店長が配達終わったらそのまま直帰していいと言ってくれたのに。突然手に入った自由時間、ヒロさんへのプレゼントを見つけようと思ったのに。最近ヒロさんも疲れが溜まっているみたいだし、こういう時こそヒロさんが喜ぶものを贈りたいっていうのに、未だに見つからないなんて。一体どうしたらいいんだろう。俺の願いは単純なのに。喜んでもらえて、どうせなら毎日使ってもらえるもの。毎日か。ここにこんな店あったっけ。最近できた店なのかな。入り口から覗く限り輸入雑貨のお店みたいだ。アロマキャンドルとかオイル、
あと海外のお香かな。いい匂いがする。他には文具類と部屋に飾る小物類。文具、万年筆も考えたけど、ヒロさん普段はパソコン使うから送ってもあんまり使ってもらえないだろうし、だからってまさかぬいぐるみを送るわけにもいかないしな。こういうアロマオイルも確かにいい匂いではあるんだけど、匂いは好き嫌いがあるからな。そうなの、まあ嫌いよあんたは。確かにそうなのよ、そういうのもらってもさ、くっさっていうのだと本当にあれ困るよね。アロマオイルと同じ一角にあるあれって、そういう手もあったか。どういう手？これ一緒にお風呂入るイベントとかあったりする？キャッキャしちゃうよ私。このお店見つけられてよかったな。そうでなければプレゼント何にしようかまだ迷ってたところだ。喜んでくれたらいいな。今夜早速渡そう。あ、そうだ、ヒロさん今何してるのかな。俺が家を出るときまだ寝ていた。起こして悪いと思って声かけずに出てきたんだけど、あれからどうしたかな。今日は休日なんだし電話しても平気だよな。はい。あ、ヒロさん今大丈夫ですか。うん。あれ、ヒロさんなんだか元気ないですね。いや、携帯越しだからそんな風に聞こえただけじゃないのか。ならいいんですけど。なんで電話してきたんだよ。お前今日バイトだろ。あ、はい。でも配達から直帰していいと言われたのでこれから帰ります。ヒロさんはどうしてるのかなと思って電話したんですが、今外ですか。いや、さっき帰ってきた。昼間は外で論文書いて、今家で続きやってる。あ、すみません邪魔しちゃってますね。なんで謝るんだよ。忙しかったら電話に出ねえよ。お前も気をつけて帰ってこいよ。はい、ヒロさんまた後で。プレゼントを今夜は渡さない方がいいかな。渡そう。できればヒロさんに時間の余裕がある時の方がいいと思うし、ヒロさんいつなら俺との時間を作ることができるんだろう。忙しいヒロさんの邪魔をしてさらにヒロさんを忙しくさせるわけにはいかないし、また明日明後日でもとにかく二人の時間を持とう。とりあえず今日は帰ろう。それにしろさっきの電話やっぱヒロさん元気がなかった気がする。携帯越しだからってヒロさんは言ってたけれど本当にそうなのか。急いで帰ろう。なんかでも野脇もいい子すぎるのよ本当に、ね、ヒロさんただいまです。お帰り。風呂入れた。先に入っていいぞ。ヒロさんは？俺は寝る前に入るからまだいい。お前さっき電話くれただろ。だから帰ってくる時間を見計らって用意しといただけだ。俺のため？あの、ありがとうございます。風呂ぐらいでそんなに喜ばれても。俺って本当に単純だな。ヒロさんが俺のために何かしてくれたってだけでどうしようもなく心が躍ってしまう。抱きしめたい。今すぐほんのちょっとだけでいいから。でもあの、ヒロさん？ん？さっきの電話やっぱり気になってるんですが、ヒロさん具合悪いんじゃないですか。なんともねえよ。俺のことはいいから風呂冷める前に入って。ヒロさんちゃんと顔を見せてください。お、ヒロさん具合が悪いなら言ってください。俺これでも医者の卵なんですから。大丈夫だって言ってるだろ。話をでかくすんな。大きくなんてしてません。事実を述べているだけです。顔色良くないですよ。人を勝手に病人扱いすんな。本当に大丈夫なんですね。そう言ってんだろ。わかりました。何もないならいいけど、このまま触れたらヒロさん怒るだろうか。どうしよう。ああどうしよう。そっか、ヒロさんをタッチしてないね、そういえばね。どうタッチしてあげたらいいんだろう。照れてる。照れてるよ。頭じゃない？
夢じゃない？ちょ、おい。動かないでください。少しの間だけ。ヒロさんの顔色が少し良くなった気がする。それ違うよ。照れてるんだよ。おい。はい。何でしょう。なんで俺の頭をいつまでも撫でているんだ。あ、はい。やっぱりヒロさんは可愛いなと思って。はあ？本当に可愛い。お前、こっちがおとなしくしてるからって好き勝手言ってんじゃねえぞ。いきなり人の頭を撫で回し始めたと思ったら今度は。え、でも可愛いものを可愛いと言っているだけで。連呼すんな。殴るぞ。ヒロさん、殴りながらそう言われても。グーで殴られないだけマシだと思え。ヒロさん、元気になりましたね。よかったです。ヒロさん、痛いです。殴ってんだから当たり前だろ。もう二度と言うな。ぶ、二度とそんなアホゼリフ言えないようにこのクッションをお前の口に詰め込んでやる。ヒロさん、せっかく元気になったのにそんなに暴れたらまた具合が。うるさい。あら、はい、腹が立つ。ノアキ、てめえは今夜俺に顔を見せるなよ。いいな。怒って部屋に駆け込んでしまった。待ってよ、プレゼント渡せないじゃん。あ、しまった。今プレゼント渡せばよかった。今日はもうもらってくれないだろうな。残念。早く二人の時間を作れるように俺も頑張ろう。待って、ってことは私間違えたんじゃない？あのタッチするのぽくない？そうだよね。あ、絶対そうだよ。ほら。うわー、ちょっと待って、もう一回直したい。そうよな、タッチするの。タッチした上であの可愛い感じのキャラクターのバージョンのスチルが出たってことは多分そうだと思うんで、ちゃんとしたスチルも多分ねあると思うから、一旦これ終わったらやり直すわ。うん、なんだろう、目見たのがいかないのかな。最初の目はね良かったと思うね。花にしようと思ったけど結局これは普通すぎると思ってやめたんだよな。ノアキも花屋でバイトしてるし毎日見てるものもらってもな。それで疲れているあいつを癒してやる何かをと思ったんだっけ。癒しグッズ系か。どうすっかな。まだ空いてる店を探す時間も。うん、あそこ見たことない店だな。できたばっかりか。待って、これ同じ店で同じもの買ってるっていう流れじゃない？もしかして。ドアも開いてるということはまだ入れそうだ。輸入雑貨の店。うわ、そうじゃん。こういう店の方が珍しいものを置いたりするのかもしれない。閉店時間はあと10分後じゃねえか。早く覗いてみるか。ちょっと待ってよ。なんとかやっとプレゼントが買えた。あとはこれを野脇に渡せば。野脇は喜んでくれるだろうか。一緒の時間を作りたい。野脇の笑顔が見たい。そのためにだいぶ時間を費やしてしまったけれど、まあいいか、こうして見つかったんだから。ちょっとこれはどうなんの。ヒロさん、お帰りなさい。野脇、早かったんだな。はい、今日は時間通りに上がれたんです。へえ、よかったじゃん。よかった、野脇は帰っててくれて。プレゼントは見つかったし、帰宅時間を確認する前に野脇は帰ってきた。あとはあのヒロさん、俺。何？俺ヒロさんに渡したいものが。ちょっと待て。先に俺から渡したいものがあるんだ。ヒロさんもですか。最近二人の時間が
あまりにも少ないじゃないですか。それってとても寂しいことだと思うんです。一緒に暮らしているからそれでいいなんて俺には思えなくて、だからせめて少しでも一緒にいられる時間を作るきっかけになればと思ってプレゼントを買ったんです。ノアキ、こいつも俺と同じことを考えてたのか。ヒロさん、これもらってくれますか。まあ、ちょっと待て。そのもらう前に俺も言いたいことはあるんだ。ちゃんと今日はちゃんとノアキに伝えないと。あ、はい、何でしょう。俺がお前にずっと思っていたこと。頑張れヒロさん。あのな、俺がプレゼントを贈る理由もそのお前と同じだから。え？俺も一緒の時間があればいいなとかずっと思ってて、だからなんかきっかけがあればと思ったから。まあこれくらい物を出しにしないでさっさと言えって感じなんだかな。ヒロさん、ありがとうございます。たったこれだけのためにずいぶん時間をかけてしまったな。でもいっか、ノアキが喜ぶ顔が見れたんだ。あれ、その袋どうした。いえ、そうじゃなくて、ヒロさん、繁華街のオープンしたばかりの店でこれ買いましたか。なんでわかるんだよ。あの、俺も同じ紙袋。オープンしたばかりだと意識していなくても周囲よりも目立って目が行くのかもしれませんね。こんな偶然もあるんだな。本当ですね。とりあえず開けてみろよ。あ、はい。じゃあヒロさんもどうぞ。ああ。あ。あ。あるんですね、こういうこと。偶然すぎだろ。まさかヒロさんも俺と同じものを、それもお風呂セットを買ってくれていたなんて思いもしませんでした。お風呂セットだったんだけど、ちょっと入ろう。俺もだ。なんか気持ちが通じ合ってる感じがして嬉しいです。なんだそれは。俺はお前の疲れが取れればいいと思って入浴剤を買ってきたんだよ。だがお前のはなんだそれ。お風呂で遊ぶアヒルのおもちゃとかあるじゃねえか。あ、これ可愛いですよね。思わず一緒に買ってしまいました。それどうするんだよ。もちろんヒロさんと一緒に遊ぼうと思いまして。は？何真顔で言ってんだお前。ああ。せっかくですし一緒に入った方が楽しいですよ。素晴らしいスティールです。これはちょっと、これはでもサムネできないかもしれない。年齢制限かかっちゃう。いや、よきよき、うん、よきよ。ふざけんな。なんで俺がそんなことしなきゃなんねんだよ。俺とヒロさんが買った分を合わせれば1ヶ月分は一緒にお風呂に入れますね。これからは時間が許す限り必ず一緒に入りましょう。できれば毎日がいいんですが。はあ、バカかお前、ありえねえだろ。お風呂を沸かしておいてよかったです。人の話を聞け。聞いてます。ほらヒロさん、早くしないとお湯が冷めちゃいますよ。人の体を引きずって歩くな。よければ抱っこしますけど。いらねえよ。そうじゃなくて俺を風呂場へ運ぶなと。ねえ、よき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 な、ほんと。洗ってない場所ないですよね。待って、お風呂シーンもあるってこと。このボディシャンプーいい匂いですね。ヒロさん、泡だらけですね。よき。お前がしたんだろ。どこか痒いところはありませんか。洗ってほしい場所とかあったら遠慮なく言ってください。ねえよ、もういいから触んな。でも俺が気づいていないだけで洗い忘れているところがあるかもしれません。ヒロさん、くすぐったい。え？くすぐったいんだよ。ここですか。ここもくすぐったいんですね。わかりました。
でも、もう少し我慢してください。ノアキ、てめえ、あんま調子に乗ると。俺にこうされるの嫌ですか？お、ヒロさんが嫌ならやめます。嫌なら、殴ってでもやめさせてる。ヒロさん、いいからさっさとやれよ。お前、どうせ言い出したら俺が何言おうとやるんだろう。はい、ありがとうございます。礼を言うところかよ。すみません、俺何度でも今日はヒロさんにお礼を言いたい気分なんです。こんなことで嬉しくなるなんて本当、俺もこいつも単純っていうか。ノアキ。はい。次の週末、俺早く帰ってこられると思うから。はい。ちょっと待って、一番いいエンディングでしたね。なんだろう、どうしよう。何これ。ただ大丈夫これ、 YouTube さん的に年齢制限的なもの。前にさ、うさぎさんと美咲がお風呂入ってるやつサムネにしたら、アウトですって言われて即変えたんだけど、サムネを。これはダメだね、絶対できない。肌色が多すぎる、ちょっと。脱がしてるのすら危ういもんね、ちょっとね。これ多分歌入りそうだな。一番いいエンディングっぽいもんね。あ、待って、こっちな、なんだっけ、こっちは2期あ、ちょっと3期のエンディングはね、好きで最近よく聴いてるからわかるんだけど、1期2期のエンディングってあんま聴いてないよね。純情ロマンチカ、恋のドキドキ大作戦。いや、本当に良き。もうなんか胃が痛いもん私の胃が痛いは、いろいろと好きなシーンをご覧ください。良すぎるとってなんて、あ、でもこれでもまだ埋まってないね、結構。なぜさっきのタッチするやつをちょっともう一回やりましょう。楽しんできてください。はい。体調も良くなったみたい。ちょっと待ってよ。これは確かうちに帰ったよね。うちに帰ったね。うちに帰ってからタッチタッチするイベントをね、やりましょう。あとなんだろうね、見てないイベント。もう全然。エンディングでも全部見たよね。そうだよね。だってしおりを集めてるから、はい。どうなんだろうね。とりあえずここですよ、ここ。問題ここですよ。最初のリアクション的に目はね、いいと思うのよ。ほら。ほら。体触れないから。あ、触れるのか。さっきこの後何した？目さ、目見たのか。おい。これもう一回頭いく？なでなで。これじゃない？照れてらっしゃるもん、ヒロさん。あんまり触るな。嫌ですか？そういうわけじゃなくて。本当に、お前が心配するほどのことじゃないんだ。寝不足のせいか。朝は頭痛がしたんだが、それも午後には治ったし、だから外出もしたんだ。ただ家に戻って気が抜けたっていうか。それで頭痛がぶり返したんですか？ああ、いや、そういうわけじゃ。とにかく俺は大丈夫。悪かったな、気を使わせて。それじゃ。ヒロさん、どうして気を使っているだなんて思うんですか？良き。ああ、良き。ああ、良きだね。私大丈夫かって感じで、ね、もうテンションが気を使っているんじゃなくて、俺は心配してるんです。年下のくせに一丁前のセリフを。そこなの。年下で体も大きくてこれでしょ。もう最強だよね。こういう時に年下とか関係ないですよ。ふざけんな。いいからもう話せ。嫌です、話しません。
ノアキ。お願いです、ヒロさん。めっちゃ揺れてる。よかった。ようやく力を抜いてくれましたね。ヒロさんは仕事をしすぎなんですよ。疲労が溜まっているんじゃないですか。それはお互い様だろ。お前の方が疲れてるんじゃないのか。今は俺のことより自分のことですよ、ヒロさん。いやーこっちだな。圧倒的にこっちの方がいいスティルだったよね。これで多分この後の流れはさすがに今のじゃ変わらないと思うんだよね。なのでまあちょっと最後まで見て、これで一旦じゃあそうね終わる。いや待ってよ、エゴイストのさ最初のノアキのタッチした時って私ちゃんと2パターンやれたっけ。多分2パターンずつあるでしょこれって。多分やったかな。全然覚えてないんだけど、どうだったかな。やっぱ同じか、この辺完全に完全同じだったらもう、じゃあちょっとノアキのね、ノアキをタッチタッチするところまでカットしようと思います。あいつ花は好きそうだし別にそれでもいいよな。ここです。ここを選んでなかったことに気づきました。あの何をノアキにあげるかっていう、花屋でバイトしているくらいなんだから花が嫌いということはないだろう。プレゼント案としてはまあ無難なところか。とはいえ花って何かのお祝いとか記念の時に渡すもんだよな。なんか今回ノアキに渡すものとしては違う気がするんだよな。一応候補には挙げておいて、他にもっといいのがあればそれにするか。あ、もうこんな時間かよ。あ、こっから同じか。声かけよう。そう思い出して、あのノアキにタッチタッチするイベントでそういえば手つないだなと思って前で、その時は手をめっちゃ見たのよ。だから今回手を見ないで行ったらいいんじゃないかなっていう。頭ヒロさんで手じゃなくて口行こう。今のうんの言い方最強。うん、あれ？照れとる。あ、スルッとって人が来るかも。って何をすれば？ヒロさん。ヨッキー。何それ、ちょっとノアッキー。バカ野郎。いきなり何すんだ？ヒロさんにキスをしました。すごいね、ノアッキーは。そうじゃなくて。大丈夫です。ちゃんと人がいないのを確認しましたから。だからって。お前、なんでいきなり。ヒロさんの髪に触れたくなったんです。だからって、外でしてんじゃねえよ。そうなんですけど、俺、本当はヒロさんにキスしたかったんです。は？何考えてんだ、お前。ヒロさんのことです。キスしちゃダメですか？聞くな。ヒロさんが嫌がることはしたくありません。俺が嫌がることをさせるわけねえだろ。いいんですか？じゃあヒロさん。人が来ませんように、一秒でも長くノアキとこうしていられるように。ああちょっと待って、これが最強イベントじゃん。手つなぐのも可愛かったよ。可愛かったけどやっぱりちょっとこっちが素晴らしかったですね。良きものを見れましたね。一応じゃあちょっとこのこれを見た流れの最後までをちょっと見ておこうと思うので、一旦カットで
久しぶりに図書館へ行くのも悪くないな。はい、この最後に図書館へ行くっていうのも選んでませんでしたね。これでちょっと行きましょう。どうせなら古本屋にでも行って本を買いたいとこだが、そうすると部屋がな。そろそろ置き場所に困る状態になってんだよな。そうだよね、前繁華街に行ったもんね。だからってここに保管し続けると教授の部屋みたいになりかねない。そういう意味でも図書館っていうのは強い味方だ。閉館までは十分時間があるし、久しぶりに立ち寄ってみるか。どうなるんだろう。閉館じゃない？なんだこの音楽。あ、もうすぐ閉館か。長居するつもりはなかったんだが、あれもこれもと読んでるうちにこんな時間になったのか。どっかで飯でも食ってそれから家に帰るかな。こっからだと地元より繁華街に出た方が店は多いし。そうだ、去年秋のバイトの日だったよな。今から花屋向かえばちょうど明日のバイトが終わる時間のはず。一緒に飯食えるかも。あら、ちょっと顔出してみるか。あ、いいね、そういうハートフルな終わり方もいいよね。うん、野脇の姿が見えないぞ。今日バイトなのは間違いないんだが。店の奥にはあれ、店長さんがバケツとか運んで片付け始めてる。なのになんで野脇がいないんだよ。急遽病院の仕事が入ってそっちへ行ったとか、じゃなかったら配達の後そのまま直帰したとか。予定が変更したところで俺にとって落ち合う約束をしていたわけじゃないんだけどさ。こんな時こそメールなりで連絡しておけばよかったな。仕方ない、今夜は諦めて一人で食うか。花を買いもしないのに店先に立てな迷惑になるしな。野脇のプレゼント、花でもいいと思うんだが。でもあいつどんな花が好きなんだ。なんか俺野脇のこと本当に何も知らねえな。せっかく忘れていた頭痛ぶり返してきそうだ。はあ、できた。あら、え、それで終わり？っきり何かスチールでもあるのかと思ったら、そんなことは決してなかったね。なんか辛いだけじゃん今の。無理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 辛い感じで終わりたくないんだけど。とりあえず、まあ、最後まで行ってって感じですね。それでなんか特に何も起きなかったらこれで終わりですねいやでもね、よかったよ。あ、やっぱ花渡す流れね、これも最高だったよね。ということで、ですね、エゴイストの実況は今回これでラストですね。うん、なので次回はロマンチカ組の最後をねやって終わろうかなと思います。よし、はい、ということでだいぶ長かったんじゃないかなうん、エゴイストは割と時間をかけたからね。純情ロマンチカ、恋のドキドキ大作戦。はい、ということで今回ねこれでエゴイスト組の実況終わろうと思います。次回はロマンチカの最終回を撮りたいと思います。ということで今回これで終わりたいと思います。バイバイ。